自分は福島で、あ、自分は山形、うん、僕は青森県です。あの地震の時は大熊町にいたんですよ。それこそ原発の3キロちょっとぐらいのところにいたんで、でも、まあ、たまたまあの部活動の合宿でいたんですけども、僕中心地元の青森県もあの原発とか中間貯蔵とかそういう原子力関係 の、 あの施設多いんで、ただまあ地元の反応を聞いたりするとそんなに危機感はないのかなっていうふうな、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、うん、まあそういうの聞くと、うん、どうしてもやっぱり距離的にも離れていくと情報も届かなかったりですし、うん、全然、まあ、感覚的にもやっぱりズレが生じるのかなっていう、うん、なかなか自分の身に置き換えて考えるっていうのは難しいのかなっていうふうには感じました。福島市内県北地区の仮設住宅に入って、まあ、定期的に入って、まあ、主に足湯という活動を行ったりだとか、季節ごとのイベントを行ったりしています。また、まあ、その被災地に行って、泥出しであったり、瓦礫撤去の作業を行ったりだとか、また長期休暇に、まあ、夏とか冬には、子どもたちを対象にしたリフレッシュキャンプということで、まあ、放射線を気にせずに、まあ、自由に遊べるっていうことを目的としたキャンプを行ったり、あと今年度の夏に関しては家族キャンプということで、と県外に避難した方と、まあ、家族が離れ離れに過ごしている人たちが増えてきている多い中で、やっぱりその家族との絆っていうのもやっぱりもう一度再確認してもらいたいっていう意味も込めて、今年の夏に2回やって、今年の冬にもまたその家族キャンプを行う予定です。福島は元気だとか、福島でこう家族でみんなで遊ぶということを、遊ぶっていうことをもっと発信したい。でそれでいろいろ考え方を変えてもらうってわけじゃないんですけど、うん、福島からこう県外避難して福島のことをこう悪い方向に思うとか忘れるとかないように、どんどん福島でやってることをもっと伝えていきたいなというふうに思ってるんですけど。